人になってうまく生きていけるか心配です。高校2年生男子より。わかる。これは心配ですよね。高校2年、まあ心配ですよ。大人になってうまく生きていけるか。これは僕も超心配でした。本当に。もう今今年僕47歳になっておじさんになったんですけど、一つ言えることがあるとすると、47歳になっても心配です。これは、変わんないんですよ。どっかある程度まで大きくなったら、心配事が減るかって言われると、まあね、びっくりするぐらい減らないんですよね。でもその心配だっていう気持ちはすごく大事で、心配だから、じゃあ何をしなきゃいけないのかなとか、この心配を減らすために、じゃあ僕は何ができるだろうかっていうことをやっぱり考えるきっかけになるので、その、心配な気持ちは大事なんですよ。なんかたまにやっぱり何にも心配せずに豪快なやつとかいるじゃないですか。もうなんでそんなにこう堂々と何の根拠もなく堂々としてられるんだろうっていうやつがたまにいるんですけど、そういうやつはそういうやつでまた別の生き方があるので、ほっといてもいいというか、憧れたとしても絶対それはもう人間のタイプが違うので、心配事が頭にない人を目指すのはまずやめた方がいいですね。高校2年生でその将来はちゃんと心配できているってことはとてもいいことです。うん、だからこれはね、ちゃんと心配してくれればいいと思いますし、どんなに心配しても 100% 解決することはないので、それは大人になって分かる唯一のことでもあるので、でもその 100% 解決しないからダメかって言われるとそういうこともないんですよね。だから心配でありつつ解決することもいっぱいあるんです。ああ心配しといてよかったっていう、心配したおかげでちゃんと物事がうまくいったってこともいっぱいあるので、だから安心して心配し続けてもらえればいいのかなと思います。その何か心配できるってことは未来のことが想像できてるっていうことの証拠なので、未来にこういうことが起きるかもしれない、で自分は そのことにそぐわないかもしれない、だから心配だっていうふうになるんですよね。だから僕もだから本当にこう、最初に絵本描きませんかって言われた時に、絵もちっちゃいし、お話も作ったことないし、色塗るのも下手だし、うまく描けるか心配ですっていうまさに状態だったんだけれども、その、いろんな解決の方法があったんですよね。うん、で、これはこれでまあ、そっか、その心配してたことは思い通りちゃんとできなかったけれども、他の解決策があるんだっていうことを、がわかる。だから、まあ、それはそれでまた別の心配も出てくるんだけれども、もう心配事っていうのは常に生きているとあるし、今後もあり続けます。でもそれは安心して、うん、まあね、うまく生きていけるかっていうのは難しいとこなんですけど、まあ、一つ言うと、うまく生きていく必要は特にないです。はい、うまく生きていきたいなっていう気持ちはすごくわかるし、僕もそう思うんですけど、まあね、うまいこといかないわけです、皆さん。なんだけど、うまく生きていかなくても楽しく生きていければいいわけであって、そうですね、うまくって何なんだって話なんですよ、結局。うん、その経済的に余裕のある生活を送りたいなのか、可愛い彼女が欲しいなのか、その自分のやりたいことを見つけたいなのか、いろいろあるんですけど、まあ、それがその、うまいのかどうなのかっていうことと、その本人が、目指してたところじゃないとしても、まあ、これはこれで面白いなって思えれば勝ちなので、なんかその柔軟さというか、しなやかさというか、うまくできてるかどうかは、あまり、ね、考えなくていいと思います。その自分にとってその時その時のちっちゃなことが面白くできていれば、まあ、そのすぐに、ね、面白くなくてもいいんですけど、でも何かこう要所要所で自分がこの方がその、まあ、いろんなことを選んでこれから成長していくと思うんですけど、その選ぶ時にその自分の判断、なんかこっちかな、こっちかこっちだったらこっちかなっていう自分の直感みたいなものって案外信用できると思うんですね。だからそこでまあなんとなくこっちかなっていうのって意外と大きくなってから、あやっぱりあの時の俺合ってたわっていう、いろいろ遠回りしたけどあれやってきてよかったわってなるんですよ。だから
なんかそのどんなにちっちゃい子でも人の似顔絵を見た時に似てるかどうかって一発でわかるんですね。あ、なんかこれ似てる似てないっていうのは、それとちょっと似たようなところがあって、どんな人でもちゃんとした教育を受けてなくても、あ、なんかこれ俺っぽくないなっていう感覚っていうか、これちょっと俺はきついなみたいなのって分かるようにできてる部分が結構あるような気がしていて、だからね、そこはなんか細かい失敗を繰り返しながら自分の感覚を信じてやっていっていただければ、うん、心配事はちょっと減ると思います、うん、もうそんなに無理してね減らさなくても、減りはしないので、安心してください、はい、うまく生きていかなくて結構です。大丈夫です。以上です。